お千代さむは、日本の前衛芸術家。1950年代から1960年代に、かけて活動した、日本の前衛芸術グループ、九州派の創設者の一人。1954年私立、ー国龍谷学園高等部卒業1955年19歳、第40回二課展で二点発入選、第9室に展示される、花火の好きな子供、マンボの好きな子供。 岡本太郎に認められ二課店新人賞候補となる。美術手帳1955年11月号、P40、P42 に掲載。この時、岡本太郎によって、腰ともやすから、作家名が落ちをさむとなる。いわば名付け親である。同時にアートクラブに入る。同じく1955年に二課店に入選した、桜井幸信と翌年の二課店劇礼会で二人が、出会い。 その日のうちに、桜井拓で、グループ結成の話をしている。桜井恒信拓で迎えた二人の夜明け。それは、九州派の夜明けでもあり、歴史的出会いと言われるゆえんである。西日本新聞、駆け抜けた前衛九州派とその時代より、岡本太郎に認められに加点新人賞候補となる。美術手帳1955年11月号、P40、P42 に掲載。 二課展救出会メンバーによるグループ展作品、シグナル作品、ベニア2点にアスファルトを使い、ペンキで制作したアンフォルメル作品1052点、150号1点、80号1点、出品落ち作品、逆立ちした、やろう、色の剥げたもの、やってしまった、桜井更信作品、手1から5をチーム審査の読売ンデパンダン店に目をつけ桜井更信とともに、 出品の地の九州派メンバーが初出品。58年に、高松次郎60年に、ネオタダもの派と続き、戦後の日本美術の中で大きな役割を果たす。アンデパンダン展作品の一部が、東野義明によって、半芸術と名付けられる。当時アートクラブに入っていたオチが、桜井らと展示を手伝った。来福した岡本太郎に作品を批評してもらう。 作品、角の生えた奥様、恋のぼりのパパ、恋のぼりのママ、恋のぼりの僕、明日の奥様、家事親父、自信がみなり家事の次に偉人、ママに入、レタパパ真っ黒い顔が針金に一列に吊るされた、作品、ハリウン一郎による転票、水江九月号だったので受賞ん張りの相当事絵を、活かした作品九州派の起源より、抜粋評論家選抜による、1960年、 新進作家展の第1回展。オチを選んだのは、中原雄介美術手帳1961年6月号掲載内容、波流一郎表。美術手帳1961年6月号、吉村正信、赤瀬川玄平、田中慎太郎らが訪れた。1945から1993に、中原雄介により選ばれる。中原雄介表 AB。 前映画家のオチオサムさん死去、九州派創設者の一人、朝日新聞デジタル、httpww. 朝日 .com、アーティクルズ、アッシュ 6356v6h63、チペル HLHTML 同時代に活動した、日本の前映芸術グループ。ありがとうございます。